Yoshitsugu, Mitsunari, Kiyomasa, Masanori. Wakaki Kogai no Shou wa Yamazaki no Tadakai de Yakudou shita. Mitsuhide o taoshita Hideyoshi wa Odake Jushin, Shibata Katsuie mo yaburi, Nobunaga no koukeisha de aru koto o tenka ni shirashimeru. Ippou, Hideyoshi no taitou o kokoroyoku omowanai Nobunaga no ko, Nobukatsu wa Tokugawa Ieyasu to kumi, Hideyoshi ni taishite kyohei. Hideyoshi wa Yoshitsugu ra yūnou na kogai tachi o hiki tsure, Ieyasu Nobukatsu rengou gun to taiji shita. Meiyū no shou, Komaki-Nagakute no tadakai. Takatora, Hidenaga-sama no moto de ganbatte iru you da na. Ah, Hidenaga-sama wa ore o kawaigari, shikitatete kudasaru. Kono go-on ni wa kanarazu mukuitai. Dakara, Ieyasu wa yasen no tatsujin. Ikura Hideyoshi-sama demo kusen wa manugarenu daro. Ieyasu no kashindan wa kessoku mo katai. Doko zo no kashindan to chigatte na. 二人とも戦の前に敵を褒めるとは余裕だな。ぜひ対抗を立ててくれ、秀吉様のために。戦に支援を持ち込むつもりはない。功を立ててみせるさ、秀吉様のためにだ。秀吉様に恨みがあるような口ぶりだな。長政やお市の方のことをまだ根に持っているのか。失礼する。 奴は秀吉様に対する忠誠心が薄い。そのうち離反するやもしれんな。お前の明けすけな物言いも問題だぞ、三成。俺は事実を言ったまでだ。戦に支援を持ち込まぬと奴も言ったろ。奴は虎の威を狩る狐だ。あの傲慢さ、いつか痛い目に遭うだろう。 義継、奴も友だというのなら忠告してやった方がいい。忠告ならしている。あの男に他意はないのだ。悪気もない。悪意のない悪意ほど始末に負えぬものはない。奴は危険だな、味方にとっても。家康はこちらの隙を容赦なくついてくる。 こんな様でこの戦勝てるだろうか。義継、俺は別動隊に組み込まれた。邪魔者は遠くにいた方がよかろう。高虎のことで拗ねているのか。仕方のない奴だ。お前。 まあいい。家康はここで葬らねばならぬ。互いの分を祈ろう。ああ、くれぐれも油断するなよ、三成。時の流れには逆らえない。俺を忘れるな、義継。 時の流れには逆らえない。いらっしゃいませ。お買い得品、毎度ありがとうございます。
とうございました。俺を忘れるな、義継ぐ。本体は小牧山城に向けて進軍、別動隊で小畑城を奇襲じゃ。かかれ本陣はこの秀長にお任せを。わしは本体を率いる。別動隊の面々も軍を祈ってるぞ。流れに乗ってまでも撃ち取った。見たら絶望だ。無茶をしよう。小畑城奇襲の成否が戦の勝敗を分ける。戦闘させる。俺も本体で戦うぜ。さてこの戦どうなることやら。この勢いで小牧山城まで進むじゃ。高藤、こうして同じ存在に立つと、あぜんいいところを思い出すわ。長政様やお市様に見守られて、今の俺たちがいるのも、あの方々のおかげだ。敵将、撃ち取った。小畑城は目前、奇襲をかける。この大軍を僕らの海通しよ。逆にこちらから仕掛けよ。ヘモン、敵の奇襲だと。ひるむな。ここで崩れれば本体まで危うくなる。どんな窮地でも三つ名で引くのよ。無茶をする前に救援に向かうのだ。解剖
奴は逃げる。急がれだ。取り出を落としたら敵の目を本体に向けられようが、あんまり時間はかけられんな。開門。ほう、また一つ。様の策が完全に崩されてしまう。急げ。これで終わりだ。我々は進むことにならない。一度交代して立て直すよりあるまい。本体がもっと粉砕するや、別動隊の連中がもたそれ、いくぜ。こちらからの進軍にも備えていたか。いえ、さすがだ。いい、進められん。この状況を打破するには、あの忍びを追っ払うしかないでしょうな。サルメの軍勢も2倍にやれる。仕方ない。本軍を小牧山城に移すぞ。信勝は小牧山城に移る。ならばそこに家康を。せろ。そう判断するのは今はとにかく
信勝を討ち取るぞ。信勝さん、出迎えご苦労。ん？家康はここにはおらぬのか？信勝が逃げ込んでくるような際に小牧山城を落とせるといいんですが。ままならず、世はもうこの戦は終えるぞ。くれたおかげで敵を自爆点すら愛称格の信勝を当てた。さすが家康殿はしてやられた。直ちに御詰めの僧を出せ。本陣防衛に当たせ。的確な指示だ。義継は本陣奇襲を予測していたのか。この忠勝にお任せあれ。クラチ者は皆の弓から逃れられません。参られ。本田桐八がお相手申す。相手は能力無双の凍結。手数を回して止められる流れとなった。消えてなくなれ。ここは諦めんか。ぜひ本陣の守りに加わる。奇襲にこだわりは無用ですね。お相手しましょう、お嬢さん。まずこの程度なら俺が何とかしましょう。勝敗がつかぬ。家康を追い打つのだ。敗北条件変更。知れぬ。
皆が認めよう。俺こそ天下無双だ。この戦、勝つには勝ったが、武名を挙げたのはむしろ家康だろう。家康にもう少し兵力があれば、この戦負けていたのはこっちだったな。あの男を十分に警戒せねば、この先も必ず秀吉様の天下の脅威となる。家康は恐ろしい。勝利のためならば、あの信雄すらも駒として使う。あの男は家臣にもそういう非情さを見せるという。そして家臣もまた家康のために死すら厭わない。家康は三方ヶ原で武田信玄相手に手痛い敗北を喫した。その時に多くの家臣を失ったと聞く。あの男はそこで覚悟を決めたのだろう。どんな悪名をかぶろうと、天下を太平に導くと、家康の生き様には歴戦の重みを感じる。戦をするのはこれを最後にしたいものだ。